まいりました。さあスタート 0%V0% 横尾さあ掴んでいきたいが、さあ通して、さあどうする、クールしたどっかでぶっ破して、さあ白ピグミン18番入る。さあ上京の OP を回復していく、横尾入れて17 DS こーつえアバナンゴ下にずらして受け身を取る選択、横妻しっかり場所を見て、さあどうする、着地が怖いぞ。さあシルーナもしっかり投げて回避を混ぜ込んでいくか、通らず紫からの空前。さあ色をよく見ている、アバナンゴ掴んでしまうだけ。さあ 29% ベース 89% NA から固めて、シルーナ通せず空白ろ。さあワンチャンを狙っていった、これはどうだぜ、上妻反撃確定逃さない。 108% ベース 29% 横切れで、さあ紫が上手い。さあはずれ、紫を見れていないか、横切を刺していきたいが紫が上手すぎる、ずらしてキモいずらしが気持ち悪い、なんだこの男。アバダンゴ瞬間移動、上京反応速度が速すぎる。さあ横回避の使い方がさすれ上手い。さあ横回避に上様当てられたらもう終わるのに、スネークバンバン横回避を入れていく、なんなんだこの男、クエネ暴れていくだから上様、その反格も逃さないのか。さあ 0% ベース 79%、 さあどうする、掴んで下だけ、上京通らず、うわシルーナ自分にダメージ。さあ DS 攻める、さあそういうのは空中、俺の空面白いですね。上京で回線外れ、夢さあ 0% ベース 12%。 さあガラキに行ってなんか気持ち悪い動き、さあなんかいつか勝手に自滅しそうなこの男。さあシルーナ出して投げていく、さあ白ピグミが刺され、横強で返すが、これは逆に入れ惜しい状況。さあ空洞がうまいさあシルーナ持って投げていって、さあ読み合い DA キャンセル、上様入れていく、 DA 通らず横強回避。さあどうする、さあ横強が通らず空した暴れていく、こけてしまったところにその場起き上がり強気、さあその場回避を利用して何を狙っていく、空へで入れる。さあ、まだ、うわぁ戻って、うまい。さあ、70% ベースで 57%、クエナ暴れていく。さあ、お互いに気持ち悪い、何が起こった。さあ、DK キャスルベースは狙っていくか、ようこそま入れていって。さあ、100% ベース 57%、白ピグミが刺され、おいしい、掴んで下投げ、クエシロ判定を置きまくりファンタジー。さあ、どうする、ジャンプを、無駄い、クエシロジャンプ利用したか、クエの置いている、ジャンプない、ジャンプあっても死んだ、これ。クエ前、さあ、意味ない。さあ 128% で 0%。 さあシルダー持ってそこだ、さあ狙っていく、さあハズレイム、かなりうまいこの男。さあシルダー投げて、さあどうする、うーシルダー投げていく、さあどうする、シラピクエ前で赤ピクミン、さあ赤ピクミンじゃなかった、直しえなかったし、奇跡、赤ピクミンの空中攻撃は威力が高い、赤ピクミンここで色をしっかり見ていく。さあ空して暴れていくか、通らず上行、さあ横強を振りたいが通らず紫気味、アバダンゴが一気にパーセンテージを追いついていく。しかしこのハズレームスネーク、何が起こるかわからない。さあシルダンが怖いぞ。さあ空下が意味わからんところで打っているこの男、シルダンを手投げて、これジャスガで返すアバダンゴ。さあ横から今すぐ紫気持ち悪いうますぎる。さあ横は、さあ下妻これ痛い、戻れるかハズレーム、戻れるか、おーっとこげてしまう。さあ今の桜井は最悪すぎる。さあ空間狙っていって、さあもう上様で下妻、さあ上様紫ならこのモンスター殺せるぞ、アバダンゴ色を管理、赤ピグミン殺せ。さあ赤ピグミン、さっきの恩人を殺していく立場に回避混ぜ込んで、うますぎる、何を誘っている。さあ掴み通らず、117%ベース。さあ紫2匹が弱い、紫2匹が今あなたの白ピグミンが弱い、白ピグミンが弱いだけど OP を使っていく、 OP を回復していく。さあ 122% ベース、回避混ぜ込んでどうする、掴み上様通らず、掴みこっから上京、上様アバダンゴ商談。